なるほど、ここ開けたんだね。東日本大震災以降に分別すべき雑紙が家庭ごみと混ざってしまうことが多くなってしまったってことで、改めて考えるきっかけということで2017年からこの活動がスタートしてます。時々出張して雑紙を使った活動もするようになっていて、どんどんこういろんなところに広がっていって、小さな訳あり雑紙部が花開いていければいいかなって思っています。やっぱり各所している我々にも何かしらの良さがあるんでしょう。吸収しているんですか。重いですね、これは、はい、で、好きな色も吸収系が初めて白と白で、はい、仙台の地ですごい盛んな漁業とすごい親和性の高い漁網を使って市民の方々の憩いの場になるような場を作ろうとしております。なかなかね、漁網って馴染みのないものだと思うんですけど、馴染みのある編み物っていうのを組み合わせていろんなコミュニケーションが作られるんじゃないかなっていうのがきっかけです。残っているのが本当にこれ骨だったり卵の殻だったりとか、はい、次のコンポスト部では生ごみを資源として循環させるためのコンポストバッグを広める活動をしております。ごみを減らしたいという思いは最初からありまして、家庭から出るごみの生ごみの割合がとても多いことに気がついて、コンポストを始めたいと思って始めました。コンポストをやっているうちに微生物の働きとかごみが減っていくところの喜びなどがありまして、それを皆さんにお伝えしたいと思って今こうして活動しています。まあ、これはアクセサリー作りするときに黒の素材なんかにいいかなということで。そうですね、全体に入れちゃって。そうですね、全体に薄く広げる感じで。私たちは海で拾ったプラスチックゴミからアクセサリーを作っております。それ以外にも普段の活動では海のゴミの組成の調査をしたりですとか、あとビーチクリーンの活動、みんなでそれこそ10カ所だって20カ所一斉にビーチクリーンするような活動などの企画などもしております。海岸清掃するにあたって拾ったゴミただ捨てちゃうのはもったいないので、何か活用できないかなと考えたときにこのような方法を思いつきました。それでもし、まあ、あんまりいないんですけど、これ欲しいって言ったらば観光名所とかに売ってるお土産 T シャツがしちゃって、だからその場所の観光名所が緩い絵で描かれてる。ワシントンですよね。古着入門道場とは、古着を知らない人に向けた情報発信を柔道の稽古になぞらえたイベントになります。で、僕が今現在進行形で大学でも柔道をやっているということで、でプラスして古着屋に行くのが趣味だったので、その2つを掛け合わせたイベントを何か作れたら面白いんじゃないかと思って作ったっていうのがきっかけになります。ここ仙台から新たなムーブメントを起こしたい、共に新たなショーを作り上げてまいりたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。もう一度聞きます。これ何でしょう。仙台さんが素晴らしいのは、そういったそのこういった問題に取り組む事業者なり専門家をですね、外からもちゃんと招いて議論をしているということが本当に素晴らしいと思うんですね。そういった、会社の課題解決策としてこうだっていうところが、まあ、割と、多品種にいろいろご相談受けることが多いので。仙台市のプラゴミを製品にする際に一番大変だったことは何ですか。なんか人間が人間らしく仕事できるようにするためには、このちっちゃいノズルがないとできるじゃんっていう。初めてその全国に先駆けて容器包装以外のプラスチックもプラスチックのゴミとしてですね、分離選別して回収しようとすると見えてきた課題というようなところかなというふうに思います。以上をもちまして、資源循環の森仙台リブート本日の1歳を終了いたします。長い間皆さん本当にありがとうございました。